はいえー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、前のビデオでは、えーっと、インプットの方法を、あのー、お話ししましたね。えー、このビデオでは、えー、大量のインプットの後に少しのアウトプットをどのように、えー、するかということについてお話をしたいと思います。はいえー そのアウトプットに関してはですね、このようなロールプレイが、行動中心アプローチとか、あるいはコミ,コミュニカティブアプローチとかでもですね、最も典型的だと思います。ロールプレイというのはですね、文字通りその役割を演じることによって語学を学ぶ方法なんですけど、あの行動中心アプローチではですね、自分以外の人の役を演じる必要はないわけですね。なので、 あくまでも自分だったらどうするかを考えて会話をします、えー、ただですね、えー、教室以外の状況を設定するために今皆さんがご覧になっているようなロールカードを作るわけですね、えー、でもし学習者が社会人でその場に財布を持っているような場合はですね、えー、クレジットカードと現金2000円という設定の代わりに、えー、実際に持っている財布の中身を使った方が、えーまあ、より現実的になるんじゃないかと思いますね でこのような実物はレアリアというふうに言いますが、えーまあ、学習者の財布が利用できないような状況の時はあの教師の方が、えー、用意しておくといいと思います、はいえー、と次に教え方の注意点なんですけど、えー、一番大切なのはたくさんのインプットですね、えー、例えばですね、えー、これお願いしますっていうのと、えー、クレジットカードいいですかっていうこの言葉はですね 4つの会話例のすべてに出てきます。で、この4つの会話例を4回のタスクでそれぞれに聞くわけですから、合計で16回も聞いていることになるわけですね。それから、じゃあこれでお願いしますっていうのは、3つの会話例で出てきますから、それも4回聞いているので、12回聞くことになります。これが大量のインプットですね。かつ、それからですね、 あの文系シラバスに出てくるあのパ,ターンプラパターンプラクティス、文系練習とは違って、ですねべてに文脈があるわけですね。そして、えー、その文脈では、例えばたあの太,郎太郎さんとか花子さんとか、えー、ミラーさんとか、えー、そういうあの人ではなくて、もう学習者本人が、えー、その行動を行うという、そういう、えー、文脈になっているわけです。はいえー、また、あの ここではですね、音声を何度も聞くパターンというのをご紹介していますけど、えー、中にはですね、えー、目で文字を見ないとどうしても覚えられないっていう、そういう学習者もいらっしゃるんですね。でその場合はもちろんスクリプトを見せても構いません。えー、そういう時はロールプレイの時にですね、えーまあ、CDS にあのメモを見ることができればとか、まあ、そういう条件がついていれば、もちろんあのメモを見ながら話してもいいと思います。 えー、大量のインプットのための音声のデータなんですけど、えー、これはですね、教師がその場で読み上げたりしてもいいかとは思いますけど、まあ、あらかじめ録音しておくと、えー、後で学習者が1人で何度も繰り返して聞いたりすることができているので、お勧すすめです、えー。その場合もですねあの、特にスタジオを借りて録音したりする必要は全くなくて、えー、スマートフォンとか、えー、IC レコーダーなどで録音してしまえばいいんじゃないかと思います。 え何故かっていうと、あの普段の会話もですね、えー、スタジオのように雑音がない状況というのはほとんど、えー、多くないからですね。はい。えー、っと、アウトプットに関してはですね、まあ先ほども申し上げたんですけど、えー、客として地図を買うという CDS の場合は、店、えー、員のロールを学習者にさせない方がいいです。えー、で,でもですね、クラスでペアワークをやんなきゃいけないっていう時がありますよね。でそういう時は、 店、えー、員の役の人はですね、まあ、スクリプトを読んでもいいと、そういうふうにするといいと思います。えー、なんでかっていうと、店員のようにですね、敬語を使った行動ができるようになることは、このコース、この CDS では求められていないからですね。はい。えー、では、アウトプットに関するビデオはこれで終わりです。次のビデオでは、えー、来週までの課題についてお話ししたいと思います。はい、それでは、失礼します。 あれ、入らない。なんで、えー、終わり。